私はやっぱりセクシーすぎるプロゲーマーということで活動しているので、やほやほねやほ、皆さんこんにちは、チキメロディーです。セクシーすぎるプロゲーマーとして YouTube で活動しています。実はガジェットがすごく大好きで、一番見てる YouTuber さんは渡辺和正さんです。今日はそんな私が5つのガジェットを紹介していきます。1つ目はこちらです。自撮り棒です。でかい自撮り棒なんですけど、もう本当にこれがないと始まらないというレベルで大切な仕事道具になってます。でこれですね、開くともう下がすっごくこうしっかりとしていて、ファンクラブの運営もしてるので写真を撮る機会、動画を撮る機会がすごく多いんですけど、よく売ってるような自撮り棒では風に煽られてもうこんなになってしまうんですよ。こう自撮り棒がこうおーみたいな。なので本当にこのがっしりとしたもの、自撮り棒はおそらく10本近くはもう買ったんですけど、これが一番安定して使い勝手がいいです。私が自撮り棒を買うときに一番こう意識していることは、下の土台がいかにしっかりしているかと、あとどのぐらいまで伸びるかですね。やっぱさまざまな角度から自分の顔だったり体を撮るので、高さはある程度ないといけないし、安定感もないとやっぱさまざまな写真は撮ることができないです。10本以上は買ったって言ったんですけど、だいたい2年以上の月日をかけてやっとこの完璧な自撮り棒に出会うことができました。そして続いて2つ目はこちらです。ソニーの ZV-1-2 というカメラです。これはですね、私 YouTube で動画も撮りますし、 X ではファンクラブのために写真もたくさん投稿するんですけど、Vlog においてはもうこれが多分最強なのではないかと。プラスファンテア用の綺麗な写真もこれ1台で撮れるので、もうこれはもうマルチに活躍する YouTuber の味方のようなカメラだなと愛用してます。購入の決め手は渡辺和正さんが紹介していたからです。渡辺和正さんの情報はかなり精度が高いと私は思っているので、もう基本カメラの情報とか渡辺和正さんの意見を参考にしつつ、なるほどって言って買ったりするんですけど、 ZV-1 もすっごい良かったし、今も配信用に使ってるんですけど、 ZV-1 ってここに一応こう手持ちカメラのこう入れる穴があるんですけど、 ZV-1 の時ってここら辺にあったんですよ。なぜかなんかこの辺でここってこう開くんですけど、このバッテリー交換するところ、自撮り棒を毎回外さなければならないという仕様で、 ZV-1 がで今回それがないだけでも本当にもう楽ですね。毎回これ外さないでここだけでパチャって交換できるので、 YouTube ってやっぱどうしてもこう短時間の撮影で終わることはできないことが多いから、もう本当に長時間撮影にも対応してると言っても過言じゃない、もうすっごい使いやすい仕様になっています。実は私 CM のお話などもたまにいただくんですよ。でそういう時私の方で撮影をして、その素材をクライアントに提出するっていう形なんですけど、キノコ伝説っていうゲームが最近すごい CM でこう放映されたんですけど、それの出演の時はもうこのカメラでもうバシッと撮って、もうそれがもう全国に流れました。なんでもう CM も撮れます、この ZV-1-2 で。ありがとう ZV-1-2。 そして続いて3つ目がこちらのライトです。これはですね、もう本当に大変優秀なライトで、コスプレイヤーさんとか多分自撮りをする女性のインフルエンサーさんもみんな使ってるんじゃないですかね。私ずっと画質が悪いってファンから言われて怒られてたんですけど、同じ携帯でもやっぱ光量がこうちょっとあるだけで全然画質が変わるんですよ。ちょっとした光量、ちょっとこう例えば外だったらなんだろう、こういうぐらいの色をこう足すだけでもう全然画質が変わるので、もうこれは必ず持ち歩いて、何かと動画撮る時もそうですし、もうとっさに撮る時はもう携帯とこう、もうこういう感じでこうイエーイみたいな感じでこう撮ったりします。もうちっちゃくて軽いのに、しかもこれ充電タイプ C なんですよ。もうタイプ C は助かる。もうタイプ C、 しかも
長時間持つんです。結構1日とかでも割と本当に結構つけっぱなしにしてても持つので、もう大変助かっています。4つ目なんですが、こちらです。じゃん、充電器です。こんなにちっちゃくて軽くてパワーが出る充電器って本当にないんですよ。やっぱり YouTuber 皆さんこう合間に編集とか、もう移動してカフェにもう突撃して編集とかの時にパワーのある充電をしないともう間に合わないっていう状況結構あって、24時間企画とかってもうずっとカメラ回してるので、これさえあればもう編集も怖くないし撮影も怖くないし、もう何も怖くないですね。これを忘れた撮影の時があったんですよ、24時間の時に。その時はもう充電ができず、もう撮れないっていう状況になって、本当に最悪の状態に、もうこの小さな充電器をもういかにこう、あの充電器みたいな、こうもう本当に恋しくてたまらなかったですね。当時はこの子小さいのに本当に大きいんです。ありがとう、大切な存在。そして最後5つ目はこちらのモバイルバッテリーです。これもかなり私の必需品といえる大切なモバイルバッテリーで、今年の2月にタイに行ってきたんですけど、タイでファンクラブの撮影を一人でやってきたんですよ。もうスマホの充電が切れたらおしまいっていう状況で、機材の搬入も全て一人で運んで、場所も選んでこう設営して撮影するっていう状況にはもうこれがないともう本当に仕事ができないって感じで。そしてこれ外れるんですね。しかもこう回るんですよ、どこでも。なんでちょっとこうスマホつけてこうね、こうしてちょっと休憩にネットフリックスを見るとかもできますし、私前はモバイルバッテリーっていう存在をそもそも持ち歩いたりしなかったんですよ。もう少しでも小さく少しでも軽くするためにモバイルバッテリーは頼らないと思ってたんですけど、もう一回その渡辺一正さんの動画を見て、一応やっぱ YouTuber なら買っとくべきなのかなとか軽い気持ちで、じゃあこれかなって選んで買ってみたら、もうあると安心感というか、もうやれることの幅が広がるっていうか、もう怖くないんですよ。外出先で携帯をいじることも自撮りをすることもファンにリプを返すことも携帯を開くってことが怖くなくなったので、本当にもう今はこれに依存してると言っても過言じゃないくらい、もうこれがないともう外出先で大慌てしてしまいますね。ありがとう。ということで、こちらが今日紹介した私の5つの仕事道具です。見てもらうと分かると思うんですけど、私はガジェットは基本白で揃えるようにしてるんですけど、こちらの自撮り棒大好きすぎて何本か持ってて、今日は間違えて黒を持ってきていました。あと私はやっぱりセクシーすぎるプロゲーマーということで活動してるので、セクシーな写真を撮るために必要なガジェットを今日は中心に紹介できたかなと思います。そんなこだわりのガジェットをねたくさん使ったこだわりの写真は X や私のファンクラブから見ることができます。ぜひチェックしてね。実は今目の前にカメラ以外に5人の大人の方がいるんですけど、ものすごい緊張してしまって、普段はもっと私喋れるんですよ、多分もっとこう喋れるんですよ、なんですけどちょっと緊張しちゃったんで、私の YouTube ではもっともっと素敵な姿見せれると思うので、ぜひ概要欄そしてこちらから見てくれると嬉しいです。チャンネル登録待ってるよ。